範囲は必ずしも一致しない。ポーキスという名前は、ポセイドオンの子でこの国の創設者である神話の登場人物ポーコスに由来する。古代のポーキスは1619平方キロメートルの広さで、西は、西ロクリスとドーリス、北は、東ロクリス、東は、ボヨーディア、南は、コリンティアコスワンと接していた。また、この国の中央を横断する。 パルナッソス山の巨大な隆起により、二つの異なる部分に分かれていた。物質的資源に恵まれているわけでも貿易に向いた場所でもなく、もっぱら牧歌的なところで成長した大都市もなかったが、戦略的には重要な場所だった。デルポイのアポロ劇場古代のトーキスの初期の歴史は、はっきりしない。紀元前480年にアケメネス朝。 ペルシア王国の侵略を受けた時、ポーキス人は初めて一丸となって国を守った。しかし、テルモピュライの戦いでの優柔不断な行為によってギリシアに対して立場をなくしてしまい、プラタイアの戦いではペルシアの側についた。紀元前457年、ドーリス領内のケフィソス側の源流まで影響を広げようとしたことがドーリア人の母と防衛の名目で、 スパルタ軍のポーキス侵攻を招いた。紀元前448年にモデルポイに対して同様のことを行ったが、この時もスパルタによって計画は挫折した。しかしその後間もなく、紀元前454年に同盟に加入した、アテナイの援助を受け、この聖域を占領した。しかし、アテナイの陸の制覇権が衰えると、その影響で同盟関係も弱まった。 ペロポネソス戦争の時には、ポーキスは、名目上スパルタの同盟国、俗領で、デルポイの支配権もすでに失っていた。紀元前4世紀には、ポーキスは、隣国、ボイオーティアによって絶え間ない危険にさらされた。コリントス戦争で、スパルタのボイオーティア侵攻を支援した後、ポーキスは主勢な立場に置かれた。紀元前380年には、 スパルタの助力を得ていたが、その後は国力を増大するテーバイへの服従を強いら、された。ポーキス兵は、エパメーノンダスのペロポネソス半島侵略に参加した。しかしマンティネアでの最後の戦闘は、例外で、そこに文献団を送るのを差し控えた。その怠慢の報復に、テーバイは、宗教的な論争をしつこく消しかけ、 リンポ同盟の会議にポーキスへの刑罰の判決を出させた。追い詰められた、ポーキスは、旧祖猫を噛むが如く、フィロメロスとその弟オノマルコスといった、有能な将軍に引き入られて、デルポイを占拠し、その富を使って、傭兵軍を雇った。ポーキス同盟の軍隊の助けを借り、ポーキスはまず、 ボイオーティアとテッサリアまで攻め入ったが、マケドニア王国のピリッポス2世によって、テッサリアから追い払われた。しかし、国自体は、神殿の宝の枯渇と指導者たちの裏切りが、ピリッポスの慈悲に委ねられるまでの10年間、維持された。ピリッポス2世は、寺院の財産の返還と囲いのない村々への人口の分散の義務を条件として課したが、それはすぐに無視された。 紀元前339年、ポーキスは都市軍を再建し出し、翌年にはカイロネイアの戦いでピリッポス2世と戦った。紀元前323年にはラミア戦争に参加し、アンティパトロスと戦い、紀元前279年にはガラティアからテルモピュライを守るのを支援した。それ以後、ポーキスの名前はあまり歴史に出てこない。 紀元前3世紀にマケドニア及びアイトリア同盟の権力下に入り、紀元前196年にははっきりと併合された。共和制ローマの支配下で、その国家同盟は解体したが、アウグストゥスによって再生した。アウグストゥスはその上、ポーキスに紀元前346年に失っていたデルポイのリンポ同盟の議決権を復活させ、新しい、 赤い野人の会議への参加を許した。ポーキス同盟の名が聞かれた最後は、トラヤヌスの時だった。ありがとうございます。